ウォーターデリバリー。今日も宮田家に来てます。今日はね、ちょっと和食で迫ろうと思って送っていただいたね、これ魚菓子横丁のあら汁と、なんだっけ、寿司太郎そうめん、この前のなんちゃって和食じゃなくて、今日のが完全の和食です。宮田さん、茹で水までちゃんと計量してやってるから、僕のいい加減さと大違いです。7リッター、98ペソもしたんですって。いや、ちょっとダメですね。押さえてください、下。はい、いやだね、年を取りたくない。いいよ。何するんですか。いってらっしゃい。そうめん冷却用。これ日本製なんだけど、あんまり良くねえな。あ、その氷のトレー、うん、ダイソーで買ったんですか。ダイソーで買った、うん、柔らかいからね、氷の、うん、それがいいだろうと思ってね。うん。まあ、どうでもいい。まあね、お湯が沸騰するのをね、待ってます。そのうちブロコンがなくなったりして。ありがちな。お蕎麦を手で掴んだんじゃ熱いしね、うん、これどっかにあったな、トング。沸騰しました。45秒で打ち込めば。2分20秒ってことは。これで今20秒になるだろう。あと2分。今日のね、ランチができました。いただきます。味噌汁。これはあれだ、混ぜご飯だ。いただきます。味噌汁を混ぜた方がいいですよ。水が沈殿してるかもしれない。こちらがうまい。うん。この前いただきますが、そこのレストランでひっくり返ったじゃないですか。どこも打ってないなと思ったら、次の日両肘が痛くって。あ、肘で受けた。こう受けたんですね。うん、やっぱり受け身っていうのはね、忘れないんだ。
ない人はおかしくて、でもね、失礼だけど本当笑っちゃうんで、あの両足をこうやって上げてさ、宮田さんの顔が正面でやったのが遠ざかってて、考えたんですよね。足でテーブルを押さえたらテーブルをひっくり返るよなとか考えつつ、宮田さんが遠くなってくるってね、最後に見えたのは自分の足が上で V 字になってるところですよ。あれは参ったな。いや、笑うとこじゃなかったんだけど笑っちゃったよ。いや、マンガチックだからさ、倒れ方もさ。だって、うちのなんか倒れるとこビデオ撮っとけばよかったって言うんだもん。味噌汁なかなかじゃないですか、だしが。暑いなったかな。もう暑くないですけど、うん、うんと猫だからさ。うちの女房は炊き込みご飯ってのはダメなのかね。ああ、こういうの、うん、俺いくら美味しいから食べろったって絶対食べないよ。寿司飯もあんまり好きじゃない。いや、だからさ、食べろったら食べないんだから話になるね。あ、そっかそっか。一緒に行くかって言ったら、昼飯宮田さん家で食うよって言ったら、何食べるのって。前一回これ作ってビーチ持ってったんですよ。あの混ぜご飯とそうめんと味噌汁だったら、さらっと行かないで終わり。で、うちのもわざわざやってトロトロに食い、好きにしなさい。言い方がいいね。明日は姪っ子の誕生日なんだよねって言ってさ、姪っ子の誕生日なんだよねって来た。そう言われたら何もしないわけにいかないじゃん、いくら言うんだったら。あなたの気持ちだけって。バカ野郎って俺の気持ちじゃんって、お前の気持ちだろって言ってさ、じゃあ1000ペソスって。1000ペソ別によかったじゃないですか。まあ相手に言わせるんで、俺が言うと高くなった。うちも人のこと言えないけど、甥っ子姪っ子とか兄弟とか誕生日が1年間に何回もあるけど、うちは1週間に何回だな。それ多すぎ。で、明日は友達と旅行に行くって言った。旅行ってどこ行くんですか？なんかアフガンで一泊するとかしたな。で、行っていいですかって言うんだよ。で、ったら、友達には返事しといたっていうか、もう行くって言ってんじゃねえか、まあ、してさ。自己承諾。明日一人じゃないですか、宮田さん。そうだよ。一緒に行こうとか言わないの？いや、言うんだよ。俺が行かないって分かってて。あ、行かない。たまについてってみればいいじゃないですか。行きたくない。カラマンシーだったんだ、これ。そうそう、カラマンシー。ちょっといただきます。カラマンシードリンク。今日また宮田さん家にお邪魔してます。今日、あの冒頭であったように、寿司太郎の、寿司太郎、なんて言うんでしたっけ、あれ。寿司太郎？五目寿司？五目寿司とそうめんと味噌汁、全部いただきもんなんですけどね。いやー、結構ですね。いや、フィリピンに来てて、中ちゃんのおかげで日本の味が楽しめる。あのね、本当ありがとうございます。いただいて感謝してます。お疲れ様でした。宮田さん、昨日だけ電話してきて、なんか動画見てて嫌になっちゃったよって言ってたけど、でもね、あれ結局
結論からすると日本行ってもいいことないと思うよ俺。ああ、子供連れて日本に行くっていう、うん、はいはい、他にね、うん、考えなきゃ、うん、要するにもう親も兄弟もぶら下がろうと思ってんだからさ、まあ、もうぶら下がってますからね、うん、だからそれがぶら下がれないようにすればいいんだからさ、うん、それは日本に逃げても同じことだよ、うん、電話があるんだからさ。それなんで嫌になっちゃったって言っていやだからもうなんかなんていうかな、夢を持ってね、うん、こっちであの彼女と暮らそうと思ってたのがあんななんていうのかな、取り巻き連が出てきてさ、うん、全然自分の思ってる方向じゃない方向へ進み出してるからね、うん、船長ってのは一人でいいんだよ、うん、何人も船長がいたらさ、うん、船がオタオタしてどうにかなっちゃうよ、ね、宮田丸も一時荒波にこうちょっと年末あたり揉まれましたんで、うちはもう一応ね、あの自動操舵がありますから、ね、どっちどう行ったって必ず最終的には向こうへ向かうっていうのは向いてるからね、うんうん、それで私の場合にはね、うん、今あのこのうちもみんななくなっても、うん、これ以上失うものは何もないのよ。あの人の場合結構まとまったもんがね持ってたから、うん、だからまとまってそこにねお宝があるって敵が見ちゃってるからね、うん、もう逃げられないわけでしょ、うん、だからそのお宝がなかったことにすればいいわけですよ。だからその方法はさ、うん、この前言ったようにね上手な嘘つけばね、うん、つけないことはない。なんか電話で言ってたじゃないですか、なんかそういういろんな相談が今までも来てて、もうフィリピン人と結婚なんかしない方がいいよって言ってたじゃないですか。いやだからさ、俺はなあの自分が好きでポッと来ちゃったからね、本当に何にも考えないで俺来ちゃったから、うん、で着いたところがパラワンっていうところでさ、うん、たまたま、うん、で俺何にも計画してないんだよね、うん、それで何にもなくて日本すっぽんぽんって出てきてさ、うん、それであの飲みに行ったところでさ、うん、うちのと知り合っちゃってさ、マニラですよね。そうそうそう、うん、それで俺もフィリピン人の女の悪口を散々言ったんだから、うん、とんでもねえやつらだっつってさ、マイリンに、ああ、うん、そしたらみんながそうじゃないんだって、うん、いい子もいるんだって、うん、じゃあお前責任取れって一緒になっちゃった、うんうん、だからやっぱりねそのノーって言えない日本人もいるしフィリピン人もいるんだよ、うん、だからこの間のご相談みたいにね、うん、日本に帰ってってさ、日本に帰ったってよくないよ。うん、まあでもとりあえずそのどこでしたっけ、住んでるところからは逃げ出したいということなんですよね。だからさ、うん、今その国内で逃げるってことについてかみさんが断固として反対してるって言うけどさ、うん、それはかみさんは国内からの呪縛から逃げられないわけよ、かみさんは、うん、まあうん、くっついてるものがあるんでね、うん、まあでもね私らに言わせりゃ策はあるんで、まあね、いろいろとやり方はあるわけだけど、でもなんか、うん、そのメールをよく読むと自分を変えることが多分難しいんじゃないかな、そのスタイルを変えることが。あのね、うん、日本で俺は実際に経験したけどね、うん、命の電話ってのがあるんだ。はい、ありますね。それでね、うん、その大体男にいじめられた女が主なんだけど、うん、どこに住んでるかとかなんとか絶対教えないの人にね、うん、で私のあの息子の彼女がね、うんうん、そういう被害に遭って、うん、あの出たいっていう時にさ、うん、その命のあの電話にね、うん、連絡したらじゃあ来なさいってことで行ったけど、もう誰にもその教えてくれないのね、うん、行き先を。それでもって俺が聞いても教えてくれねえんだから、うん、で俺は直接向こうの電話の担当者に聞いたんだよ、うん、でもそれはねあの教えられないっていうのは申し訳ないんだけど、用事があれば私のところへ電話してくれれば必ずおつなぎしますっていうことで、うん、あのそのことは切られちゃったから、うん、だから絶対誰にも知られないってことが確実だったらね、うん、何も日本へ逃げることないんだよ、うん、まあね、どこ行こうが多分、まあお金はね家族には
送るっていうのが前提だから、うん、俺逆にね、うん、彼女が急病でね、うん、いきなりあの交通事故で死んじゃったったらその家族はどうするんだろうね。うん、ノーチョイスだから働くしかないですよね。それはね。だったらそういうことを演出しない？ちょっと乱暴だけど。いやでもその奥さんの意思としてもやっぱり家族を助けたいんですよね。いやそこが問題なんだよ。うん、ね、だからまあ我々からすればね、うん、働き手の奥さんが死んじゃったよってばさ、うん、もうどうしようもないよってことでさ、うん、であの人たちはなんていうのか、あの人っていうかフィリピンにいる肉親やなんかはね、うん、戸籍上の籍がどうなってるなんてこと全然興味がないだろうから、うん、別に生きてたってさ死んじゃったってばもうそれっきりなんだよね。だからやり方とすれば、うん、奥の手はあるんだ、うん、何も日本へ逃げてね、俺ね考えたんだよ、うん、それはあの日本のその夜間中学校行ってね、うん、子供たちが日本語を覚えるってことはそれはもちろん OK だと思う、うん、ただ奥さんがね、うん、お金を送り続けるってことを考えたら町の工場でね、うん、もらうあの給料だけじゃ絶対足らねえんだよ、うん、まあ、その額でね収まる、それだけしか送れないっていうんであればいいけれども、まあ職を変えちゃう恐れがあるってことですよね。まあそれ背に腹は変えられないでしょ、うん、食えなくなったら何するって、まあ、うん、あの言葉は悪いけど女だったらね体売りますとかさ、うん、そういうあの最終手段があるでしょ。まあでもね、こう具体的な話、日本から例えば工場働いてても10万15万は稼げるわけじゃないですか。10万円毎月送ってくるって言ったらこれものすごいことですよね、フィリピンの家庭にしてはね。俺はそのね、うん、腹立つのはね、うん、月に30万以上も食っちゃっててさ、うん、それでのうのうとしてるっていうのが俺は腹立つんだよ。特に同居してる兄貴夫婦とかでしょ、うん、それでその兄貴夫婦もね、うん、ちっちゃくなってんならともかく平かっから遊び歩ってるって言うんだろ。そういうの書いてありましたね。俺はもうそんな奴らに援助することはねえやと思ってさ、うんうん、もうそれは奥さんに意見をよくよく聞いてね、うん、それでもお前援助したいのって聞いて、うん、奥さんの意思次第だね、うん、そうなったらもうあれですよ、交通事故でも何でも仕立てちゃえっつってさ。いや、宮崎昨日ってさ、あれはフィリピン人となんか結婚しねえ方がいいよってぶち切れてたんだろ。最終的にはね、うん、そういう結婚する目的って何なのって、うん、平和な家庭を作るっていうのは目的でしょ。幸せになるためですからね、うん、だからその自分の親たちに飯を食わせるっていうのは目的じゃないんだよ、うん、だから自分が自分の幸せを求めてどこが悪いって誰から文句言われるって。まあね、その日本人の、ね、そのメール送ってきていただいた方は幸せになろうってそういう考えだったんだけれども、奥さんの考えはまたちょっと違ったのかもしれないということなんですよね、うん、それは日本に行けばね、フィリピンにいるよりも生活を維持するにはね、うん、あの日本の方がいいだろうと。でもご主人と出会う前にもう日本で働いててバンバンお金を送ってたわけですからね。それを結婚したからってじゃあ家族にあなた方に援助しませんよ、それはこの旦那さん完全な悪者ですよね。そう、うん、いやだからそのね、とにかく俺は本当腹立つのはなんていうの、居候なら居候でじっとしてるんならまだしもね、なんか遊び歩ってるとかね、親父が昼寝用のワゴンでひっくり返ってるんだったら俺もうそのダイナマイトで吹っ飛ばしてやりたいよ、うん、だからそれはね、あの奥さんにこんこんと説明をしてね、あなたはそれをするために生まれてきたんじゃないよと。多分ね、このね、お父さんも娘をまず説得したと思うんですよね。ワゴン車があればワゴンのビジネス、バンのビジネスで一家をね支えられるからみたいなことを言って、ところがポンとワゴンが来ましたと、お寝るにちょうどいいなってことになるわけですよね。これは前のかみさんそうでしたからね、日本からバンバン送金して義理の父親が
番があればね、これでもう金には困らないって言って、で日本からバーンと送金して、で帰ってきたら毎日義理の父はねワゴンの中で昼寝してるんですって。1ヶ月経っても2ヶ月経ってもなんで働かないのって言ったら、いやライセンスがあって、もう言い訳は決まってそれですよね。いや俺もね、こっちへ来てね、一番最初にそのアパートに入ったんですよ、それでエアポート着いてアパートに着いたらね、その人数が違うんだよ、女房から聞いてたのは親父とね、弟は同居してもいいですかってことだったから、OK したら、そこに妹がくっついてた、ろくでもねえ妹が、それでもって、まあ、しょうがもう来ちゃったからしょうがねえやってことでいたけど、妹ってあの嵐を呼ぶ妹ですよ。そうそうそう、だけど俺はねこの家を建てるときはチャンスだったんだよ、ね、あの一つの家でね、部屋がいくつもないっていうのはプライバシーが保てないと、だからあの親父たちは今現在住んでる家があるんだから、そっちへ引き上げてくれと、いうことで引き上げてもらう、それぞれだけどいろいろ言ったよ。その妹はね、トライシケル買ってくれたら、私はそれのドライバーで送っていくとかね。ありがちだね。それで姉さんの、旦那はパン屋やってんだよ、パン屋 の、 あの下働き、だからパン屋の店出させてくれたらね、オーナーになってね稼ぐとかってさ、パン屋まで見に行ったよ地方の、とにかくみんながねその食いつく隙を見てんだよ、だからもうその望みはないなってことはね、女房からあの言わせなきゃダメ、もううちはみんな来たってダメだよって言えばね、ある程度諦める。でも宮田さんはある線でこうちゃんとノーって言えたから、ここに家族がいないで済んだわけですよね。これ言えてなかったら多分上で今頃なんかカラオケの音が響いてますよね。ねえ、中ちゃんのとこだってそうじゃん、あのうちできた時、俺ここに住んでいいかなんてすぐいたじゃない、甥っ子が、甥っ子が、僕はここに住むんだなんて言ってたけどね、なお前が決めんじゃねえよっだからそれはねえ、環境がいいところで寝泊まりしたいだろう、ね、誰でもそうですよそれは、だから最初は肝心だね。だから本当ねえ、宮田さんが夕べ吠えてたフィリピン人と結婚なんかすんじゃねえっていうのは、そういうのができない人、分かんない人は本当破局しますよね。なんか統計だと日本人とフィリピン人の結婚の9割方が離婚するんですって。まあ9割で済めばいいよ。日本には日本人でこのご近所さんもね、一緒にいる、体裁は取ってるけど実際には一緒にいないっていうのは何人もいるから。まあ、いますけどね、それはね。もうとにかく実情が分かったらね、みんなフィリピン来ようかなって二の足踏んじゃうよ。ね。ちょっとね。甘い妄想だけを抱いてくるとやっぱり痛い目に遭いますよね。ただその若い子と知り合うチャンスはね、それは日本に比べてうんとありますよ、ただそれを継続するっていう、維持するっていうね、力がどれぐらいあるかったら半分もないんじゃない。きっちりと自分の生活を守るって態度を取るか、それとも金がそれほど使っても使い切れないほどあるのか、だったらいいですよね。ほいほいこうやってればね。いやでも俺来た時は驚いたよ。うちのはまあ、パラワンの結局住んで子供の頃からいるけど、生まれたのはミンダナオなんだよね。あ、生まれミンダナオなんですか。ミンダナオ。家族も。家族も。だからパラワンに越してきたんだ。だからパラワンで生まれたのは弟と妹だけ。その他は全部ミンダナオなんだ。ミンダナオのどこなんですか。もうとんでもない、車で何時間山奥行ってさ、車も通らないとオートバイに何人か板をね、置いてそこにバランスよく乗って、行ったようなとんでもない奥だったよ。だから水がないんだって。だから水を汲みに行くのにね、何キロも水汲みに歩かなきゃいけない、そういうところだったからね、もう女房の兄弟なんか二度と行きたくないって、だ
だって飛行機に乗ってバスに乗って、うん、それから輪郭じゃないけどそのオートバイの化け物に乗ってさ、うん、それから歩きでしょ、うん、そんなとこ行ってさ、で何食ってるかって言ったら、カエルとかさ、あんなのごちそうだっつんだからさ、おひつ知るべしで、うん、まあちょっとね、今日こんな話宮田家でしてますけど、いろんな相談がね結構寄せられて、あの宮田さんも僕の動画見てくれてて、なんかがあるとね、夜電話してきてね、たこーってふざけんじゃねえよみたいなこと言って電話してくるんだけれどもと、今あの宮田家でね、フィリピン人と一緒になってやっていくというのいろいろ難しいって話をしてました。どこまで男の側がしっかりできるかっていうのにかかってるってことですよね。シャモの家は最初からすっからかんでね、丸裸で来るべきだよ、うん、そしたら助けてくれる。逆に一番いいのが、あの年金ね、いただいてる方はその年金しかないよって言って最初から来るの一番いいですよね。そうだね、うん、まあでもね、こう夢をね砕いてばっかりじゃなんだけど、まあね、ある程度じじいになったね我々が確かに若い子と知り合えるっていうのも確かにあります。ただ甘い甘いだけではね、生活していかない、いろんなあんなことこんなことが待ち受けてるってことなんですよね、うん、宮田さんもね、いろいろあのいろんなとこでね、やけどしてますもんね。してるね。ね、あ、他の動画でもあるけどね、あの一人の方ね、4000枚やられたこともあるというね、思い出させちゃった、また。いやー本当にね、うん、でも若さがあれば乗り切れる、うんうん、でもね、もう俺の年になってから今度はダメージがあったらね、立ち上がれないよ、うん、まあでも今こうやってもうゆっくりできてんだからいいじゃないですか。いやでも俺の場合にはさ、今ここで仮にこのうちも全部伏せて出るって言ってもね、年金だけは入ってくるでしょ。まあね、それで人並みに食っていけばさ、メイドでも雇って左打ち屋でいればいいんだからね、最後宮田さんちょっとこんな強がり言ってますけど、強がりって言っちゃったいろいろあるけれども、うまいことね、フィリピン人の女性と知り合ってやっていければ難しいですけど楽しい生活を送ることもできるということで、あのまず皆さん自分がしっかりするってことが大事ってことですね、結論としてね。まあ、あのでもね、うん、本当にいい子もいますからね、うん、もう間違いなくね、うん、この女房にしてよかったなって思う子もいます、うん、いろいろです。ということで、今日はあの食事から始まって宮田家からお送りしました。宮田さんがね、昨日電話で言ってた、フィリピン人とか結婚するなっていうのは、こういろんなね相談が来る人なんでそんなことがわからんのっていう意味を込めて言ってたことなんですが、まあ、またこれからもね、いろいろ宮田さんと話していくと思いますが、宮田さん今日はありがとうございました。いや、まあ、でもね、うん、フィリピン人と結婚するなってことを言うんだったら、日本人とも結婚しない方がいいんだよ。一人でいた方がいいんだ。まあね、確かにね、うん、あのとにかくね、なんていうのかな、世渡りっていうのはね、うん、ある程度ずるくやんなきゃダメ、うん、でして、あのね、駆け引きがやっぱりついて回るってことですね。ということで、宮田家から今日はこの辺で失礼します。